正直自分の中で思うところがあって、多分皆さんたちが思ってるよりもワンオクロックってこの先すごく険しい道のりが待ってるんじゃないかなと僕はそう思ってるんです。まあ例え話なんだけどさ、映画のパート1がこうヒットすると、映画のパート2っていうのは作るのがすごく難しくて、当然プレッシャーもあるし、やっぱりさらにパート1を超えていかなきゃいけないっていう、そういう気持ちのもとでやっぱ制作に入るから、すごく作るの難しいと思うんだよね。でも俺らはこれしかできないから、当然これをこれからも続けていくことになるんだけど、でもお客さんたちは、オーディエンスは今か今かとそのパート2の作品のリリースを待ち望んでくれてるわけです。でも逆に言うと、その気持ちがあるからこそ、そういった期待があるからこそ、俺らはパート2に向けてまた走り出すことができるんだけど、まあ、要は何が言いたいかっていうと、ワンオクロックというバンドはもうそろそろ第一章にピリオドを打って、第二章の幕開けをスタートさせてもいい時期なんじゃないかなと、僕自身そんな風に思ってます。もうありがとう。俺も30だしさ、バンドも13年やってきて、やっぱりこのままダラダラ何かを続けていくことって俺の中でやっぱりしっくりきてなくてさ、正直これだけのツアーができるようになったバンドになった時に、じゃああとこの後日本で何があるんだろう、何が待ってるんだろうってことをすごく考えてしまう時もあって、でもここまで来れたのもやっぱり皆さんたちのおかげだし、僕らをいつも支えてくれるスタッフのおかげ、いろんな人たちの力があってこそ今日僕らはこのステージの上に立ててるわけです。だから何があったって絶対に俺らまだまだ止まっちゃいけないんだよね。俺らをやり続けることによって、そういった皆さんからもらったものを感謝の気持ちとして皆さんに一個一個返していく、それがやっぱり自分たちにできることなんじゃないかなと思ってます。まあ、バンドってそんな簡単にいつまでもずっと続けられるわけでもないしさ、やっぱり海外っていうところにいざポンと出された時に怖かったりとか苦労だったりとかって、そんなものは当然ゴロゴロあって、でも俺らはそれでも前を向いてずっと走り続けてるわけです。もう本当にロックバンドっていうのはさ、なんかこう挑戦するのかやめるのかの二択しかないわけだから、逆に俺はそれが今起きるっていうことだと思うし、これからもやっぱりそうやって今までも十分わがままにやってきたけど、これからも挑戦し続けて、今という時間をしっかりと生きて、最後この声が枯れるまで、この体が疲れ切るまで、しっかりと自分たちのバンド人生を全うしたいなと思ってます。もうワンオクロックはもうただのロックバンドじゃなくてさ、俺らにとってはもう人生の一つだから、まあ、これからももし皆さんたちに時間があるんだったら、僕たちのこの人生の行方を見守ってってやってください。これからもどうぞよろしくお願いします。
Picture of us on the wall. So take what you want. Thank you.
ありがとう。